平野ノアは、福岡県を拠点として、九州を中心に活動している、フリーアナウンサー、司会、ラジオパーソナリティ、リポーター、司会者事務所、オフィスアヤ代表、福岡県在住、福岡県福岡市出身、幼少期より、カス郡カス町で育つ、中学1年生の夏休みに、母親が応募した FM、耳子供放送局で、 初めてパーソナリティに選ばれ2時間の生放送を担当する。中学2年生の時には、税の標語で、か谷町長賞を受賞し、表彰を受けており、現在もか谷町立か谷中学校に標語が掲げられている。福岡県立霞す高等学校在学中に、生徒会議会委員長を務め、当時福岡県下、ワーストンだった紙のゴミ量を3分の1に減らして、 評価されている。高校2年生から当時発刊が開始されたフリーペーパーココンジル CH の読者モデルデビュー。雑誌と連動したラジオ番組の放送開始をきっかけに FM 福岡リスニングマガジンココンジルでレギュラーを務める。タレントで求めちゃいけメンバーの茂森里美がリスニングマガジンココンジルメンバー同期。福岡市内の大学に進学後も 全国紙、地方紙のモデル活動とラジオパーソナリティを継続。数々の芸能人との共演も果たし、福岡の元気委員と称される。大学在学中は、川上正幸が代表を務める福岡、アナウンススクールとダブルスクールをし、アナウンススクール付属のハートリンクに所属。現在も目覚ましテレビ枠内で、放送中の CM にて、ナレーターデビュー。以降、 FM 福岡 CM ナレーションやテレビ CM を多数務める。同時期に MC デビューし、初泣きといえる宮崎市内で NTT フレッツ校インターネット回線契約100件を2日間で達成する。教職課程の授業や大手学習塾、英心館のアルバイトなどの教育分野にも熱心に取り組んでいた。卒業論文は地域創生をテーマに掲げ、 町おこしや道の駅をテーマにしたほどの地元九州好き。イベント司会などの自己紹介やインタビュー記事で九州マニアと自身の作った造語で自称している。大学卒業後、唐津ケーブルテレビ以上に入社。九州ケーブルテレビ連盟事務局を兼務し、九州各局の番組や全国放送の番組にも出演。FM 福岡時代にはみんなで 撲滅飲酒運転などの福岡市政番組を担当。飲酒運転事故の被害者遺族との出会いをきっかけに、スタートした飲酒運転撲滅活動と、学校に出向く職業体験の講師は、社会貢献活動として、現在もライフワークになっている。2013年より独立。ラブ FM 中継リポーター、エリアリポート FM から、夕方チャンス。ラジオパーソナリティを担当。 2013年、女性3人グループ、飲酒運転撲滅ガールズを立ち上げ、2015年より、毎年、福岡市飲酒運転撲滅大会の司会担当、もしくは参列。2016年から FM 福岡ラジオカー、ビベット担当。2016年から2018年、サガテレビ、サガスポーでは、リポーター出演のほか、テレビ番組制作に携わる。 2016年9月、佐賀県より女子会推進大使に推薦される。2016年11月、福岡県庁主催飲酒運転撲滅大会に出演。福岡県の推薦により、秋山孝治総監督が率いる飲酒運転撲滅ナインに就任。2017年からは、ラジオパーソナリティに加え、ディレクター業務を含む自主制作番組を開始。 FM から、ハートフルの放送をスタートし、飲酒運転撲滅のメッセージを日々発信する。2017年12月から毎年、福岡県警察主催年末の交通安全キャンペーン、飲酒運転撲滅宣言出演。2018年4月からは、FM 佐川さんのワイド番組、ギャット、エスモーニング、パーソナリティを務めている。2018年4月、 福岡県交通安全協会、福岡県主催の春の交通安全運動、重点啓発出発式に司会、出演2018年10月、全米ベスト10入りした、書籍、ザパワフルフィメールエントレプレナーズインジャパン、フルバージョンに掲載され、フリーアナウンサーとして、仕事を紹介されている。2019年5月に開かれた、NHK 大河ドラマ、イダテントークツアーイン。 佐賀県鹿島市で司会を担当。2019年11月に NHK 大河ドラマ伊田店クツアーイン、佐賀県有田町で進行役を担当。2019年12月福岡市主催障害者週刊記念の集いで司会を務める。2021年4月ウェブマガジン三ケ福岡人物特集でこれまでの道のり飲酒運転撲滅への思いについて 取材を受ける。あなたの一番の応援団でありたいを心情としている。特技は人の心を引き出すインタビュー。ありがとうございます。